はようございます。今日も釣りに来てます。今日はですね、結構風があるんですけど、どこかですね12時ぐらいまで釣りができそうな感じですので、それまでちょっと短いですけど頑張ってお魚さんをですね釣ってみようと思います。本日の潮はですね中潮ですね。で満潮が6時で干潮が12時となってます。今はちょうど下げ始めた頃ですね。はい、そんな感じです。ただいまの時刻7時19分、ポイントに着きましたので仕掛けを落としていきます。まあ仕掛けって言ってもジグですけど、そこの方に何か魚の反応があります。なんだろう。今日もですねライズジグで攻めます。で朝一のカラーは、グリーンゴールドですね。グリーンゴールドのスリムの 80g。 はい、先日ですねライズジグを大量に購入したんですけど、朝一ちょっとシルバーで反応みたいですね。このシルエットのちっちゃいやつ、ただいまの水深が 29m ですので、これがね反応がいいんじゃないかなと思うんですよね。ライズジグスリムの 60g。これで攻めます。そこにいっぱいいる。なんか反応があります。お願いします。シルバーで2投目でしたね。すごいね、やっぱ安定のライズジグですね。うん、結構いいサイズかも。大物旗です。いいですね。ゲット、大門ハタちゃんです。ヒット。桜島がプチ爆発しましたね。火山灰が。おお、いいサイズ、いいサイズ。これもシルバーですね。ナイス。新しいカラーが気になってるんですけどね。60g やってみようかな。イカグロードと 60g 試してみます。はい、ゼブラグローにブレードをつけてみました。ただいまの水深 93m、 結構深いですね。なんかマダイかなんか来てくれればいいんですけど。お、いいサイズ。やっぱりかと思った。そろそろ見えてくると思うんだけど、これ結構でかいかも。あれ、もうでかい。いね、まだいかと思った。わあ、いいサイズだ。いいですね、ゼブラグロー。なんか来ました。10時9分、結構いいサイズかも。風が強すぎてちょっとカメラの画面が汚れてないでしょうか。お、いいサイズ、いいサイズ。よっしゃ、ナイスフィッシュ、ナイスフィッシュ。 OK、 いいサイズです。ジグチェンジします。スーパーライトジギング対応、グリーンゴールドゼブラグロー 45g フラット。ちょっと軽いのを一つ買ってみたんですよね。何か釣れてください。10時37分ヒットしました。SLJ の後ろにブレードをつけたんですけど、ちょっと反応が良かったかな。2投目ぐらいできましたね。そんなに大きくはないですけど。来た来た来た。ああ、でも結構大きい。思ったより大きかったな。こんな感じ。おお、いいサイズ。
いいサイズでした。来た来た来た、おーでっけー、でかーでっか、どれ、これこれ、イワシだ、イワシから、イワシからできました。でかい、20、40、42、3ぐらいですね。はい、おはようございます。ただいまの時刻6時30分になりました。今日はですね、いつもの場所なんですけど、ちょっと風がある予報で、昼ぐらいからかな、6メーターとか結構強風になるんですよ。ですので、まあ、一応10時ぐらいをめどにですね、短期決戦で、挑もうと思います。本日は、星夜で、満潮がですね11時50分頃です。で、上り潮の、釣りになりますね。まあ海峡としては、風だけですね、風だけちょっと気をつけて、釣りの方を楽しんでいきたいと思います。 OK、 60g、 朝一1投目落とします。54分、結構いいサイズかもしれない。よかった、なんか反応が全然なかったから。あ、朝一番わりかしでかいのが来ますね。そこについて巻こうとしたらもうかかってました。お、いいサイズ、いいサイズ、結構引きます。まだ魚体は見えないですけど、そろそろ見えてくるかな。結構重たいですね。お、来た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 、わー、大物、わー、でかっ、え、大物、お、キジハタじゃん、やった、めちゃくちゃでかいキジハタゲットしました。10、20、あ、40は超えてる、確実に40は超えてますね。おっしゃー、10、シルエットがちっちゃい方が食いがいい気がするんですよね。1投目で来て、やっぱりしかも結構いいサイズ。あ、来た来た来た、まだ大物だ、え、大物、キジハタだ、なんかめっちゃキジハタ釣るんだけど、なんでキジハタ祭りやん。ライズジグ、キジハタです。あ、来た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 、でかーな気持ちだ。ここ飛んできた、あ、これはリリースだな。よっしゃー、ナイスサイズ、カサゴでした。釣れました。ライズジグ SLJ の 80g、 ゼブラグローですね。40ぐらい、ちょうど40ぐらいです。20
40ちょいですね。 OK。 おはようございます。ただいまの時刻7時です。今日も海に来てます。今日はですね、まあ若潮で、風がですね、まあ2メーター以内と、かなりここ最近の釣りでは穏やかな海峡となってます。でまあ若潮で潮があまり動かないんですけど、今下げの真ん中みたいな感じですね。で今日はですね、重くを持ってきました。でライズジグと重くと使いながら、まあ根魚とかですね、あとタイラバーも持ってきましたので、波玉っていうね、ライズジャパンのタイラバーあるんですけど、それを持ってきましたので、それでマダイを狙ったりアマダイを狙ったりですね、まあいろいろ楽しみたいと思います。おお、何か来ました。結構重たいです。タイラバですね。重かな、根がかりみたいになった。ゴスって。なんでしょうか。結構でかいです。引き抵抗がかなりある。うわーでかっ。うわやっぱりキジハタマンションだわ。ここなんだこれ、でかっ。やべえ、ちょっとキモいレベルのでかさだ。ちょっとエビゾらないでまっすぐしてよ。ざっくりこれが20センチありますので、20、40、もう50センチ近いぐらいあるぞ。でかっ、すげえ、マジで初めて見たし、こんなでかいキジハタいるんだ。8時5分当たりありです。タイラバーです。最初当たりがあってちょっと外れたんですけど、その後追い食いしてきたような感じですかね。結構でかいです。なんかもう引かないですね。おー、大物ハタ、大きいサイズです。大物ハタです。35センチぐらいはあるかな。結構でかいですね。タイラバにヒットです。8時48分、そんな大きくないような気がします。大物ハタです。大物ハタです。大物ハタゲットです。9時22分当たりがありました。SLJ のイカグロドットに変えたんですけど、水深 30m のところで、そこでかかりました。結構ちっちゃいです。大物ハタかな、昨日の大物ハタ、塩焼きサイズですね。まあ、煮付けにちょうどいいかな。綺麗に刺さってる。タイラバに来ました。おお、あれかな、あれ取れた、軽くなった。1時45分、お、大物ハタ25センチぐらい。
モモックでヒットです。1時52分着丼でしたね。着丼、着丁と同時に食ってましたね。結構でか。おお、アスレがかりか。あ、でも結構いいサイズかも。キープしましょう。おはようございます。本日も海に来てます。まあ今ですね、11月下旬なんですけど、今日寒いです。最高気温が今日は19度ということで、まあまあですね、冷えてます。もうすっげえ引き波。まあ今日は日曜日でですね、まあ結構海峡は、いい予報だったんですけど、まあ海に来てみたら思ってたよりちょっと荒れてる感じで、まあ昼からはですね、間違いなくベタナギの方になるんじゃないかなと思います。まあ風もないので、ちょっとね、朝だけだと思うんですけど、なんかちょっと海面ざわついてますね。で今日は、いつものようにジギングと、タイラバ、あとインチクの方もちょっと準備してきましたので、いろいろ試してみたいと思います。はい、それではですね、朝1、7時今10分なんですけど、夕べ作ったこのインチク使ってみようと思います。袋はダイソーに入ってるんですけど、これ自分で作ったんですよ。よいしょ。あ、ひじほと、あ、うん、あ、でもまあそこそこあるね。これはキープしていいかな。
全然ダメだったんですけど、ここに来てちょっと活性上がりだしましたね。いいことだ。でかい大物旗かな。見えてきた。大物旗だ。でかい。でかい大物旗。ゲッツ。やっぱりライトジグ釣れるね。よっしゃー。大物。結構でかいです。40ないぐらい。ぐらいですね。いい感じ。でかいでかい。よっしゃー。味噌にサイズです。よっしゃー。でさ、クーラーの中で見た時もでかって思ったけど、このキッチンに置いたらさらにでかさがやばくて、なんかさばける気がしない。はい、いただきます。いただきます。はい、乾杯いつも言い慣れてないのが出てんじゃん。何乾杯あ、今日は平正尽くしです。うまそう。さっきちょっと食べたけど臭みなかったもんね。うん、まあでももうちょっと血は抜けるかなっていう感じ。うん、うん、でも塩。いただきます。どう？美味しくない？ね、これ油とかどこ見てわかんない。食感？うん。なんかこう、あの舌触りがツルツルする感じ。うんうん。油が乗ってると。この、あのお父さんの鼻は結構油ぎっしりで、みたいな感じ。見た目でわかるよ、テカテカしてるか。でも私もね油ぎっしゅってわかるじゃん。なんかまあそんな感じ。わかりやすいでしょ。わかりやすいけど。うん。ポテトサラダこのまま取っていいの？うんうんうん。まあ、I guess I've had some things to figure out, but now that I'm done, I'm full of doubt. Was it easy for you? Yeah, was it too easy for you? You used to say that you would always be mine, but you seem to be doing just fine. Now I think about you, I just can't seem to stop thinking about you. Take me back to the take.